アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。2020年10月17日の東京後楽園ホールクラッシュ118セミファイナルです。65キロリミットスーパーライト級 K1 チーム五反田チームキングスから鈴木隼人、30歳178センチ対して36歳179センチバンゲリングベイスピリット所属松本篤人。松本がこれ11戦目。しかし石川さん、クラッシュ K1 で5勝0敗1引き分け3連勝中、そうなんですよ、ね、戦う国家公務員です。はい、松本選手はね、現ウェルター級チャンピオンの山際選手にも勝ってますからね、はい、そうですね、本当にね、控えめな選手なんですけど、ね、ファイトスタイルも派手ではないんですけど強いです。そうですね、はい、まあ、この体の使い方というのもありますし、クレバーですよね。そうですね、ここは鈴木を中心に置く。鈴木の方はサウスポースタイルから得意の左のミドルキック、ハイキックへもつなげてまいります。鈴木サイドから見ますと、これがプロ15戦目。はい、もう一度は頂点に輝きました、ええ、そして大蔵に敗れてから、仕切り直しには踏み屋戦成功しています。そうなんですね、ベルトを失ってからの、また急成長がすごく印象的ですね。そうですね、はい、ここで終わるつもりはないというふうに本人もコメントしていますが、こうしたパンチからコツコツとというのが松本です。そういうところでね、こういう松本選手のような非常に厄介なやりづらい実力を持った選手をどういうふうに攻略できるかっていうのはね、もう一回再浮上してチャンピオンベルトを巻くにあたって非常に大事なことですね、この試合は。そうですね、ってですね、このあたりは細かいパンチ、浦部晃哉選手、はい、松本がもう何発も出してきますね。いいと思いますね、場を詰めて自分のリズムにしますね、はい、そして毎回毎回相手に合わせてという戦いをするというふうに意識、作戦を表明しています。対して逆に鈴木の方は自分の戦いを押し通すのみと、これは反対の考え。でも本当にそういう考えも中島さん、はい、ファイターっていうのは人間が出て面白いんですよね。そうですね、勝った方がクラッシュを出ると先生が出てくるのかなですよね。すごいこの、はい、この後スーパーライト系のチャンピオン来ますもんね。わー、パンチからミドルキックも織り交ぜては赤いグローブの鈴木、顔面への攻撃。浦部選手、鈴木のパンチは有効度ありますか？はい、ありますね、はい、嫌だと思いますよ、はい、嫌がっている、はいはい、あとはそうですね、やっぱ左ミドルですね、これがやっぱあるからこうパンチが入りますよね、リズム作ってますね、はい、気持ちの面でもやっぱり変わるんですよね、それは。そうですね、やっぱミドル痛いと思いますよ、鈴木選手の、はいはい、痛さを感じるミドルだと思うので、やっぱり嫌だと思いますね。石川さん、その痛み感じさせるって大事なんですよね。そうですね、しつこくしつこく、はい、蹴るの大事ですね。あとこのストレート、鈴木選手パンチが良くなったんですね。そうですね、はい、いや、踏み屋戦でもさらにその進化を見せたんですが、それは蹴りがあるからこそパンチが生きるんですよね。スピードという点では石川さん、2人はどうですか今のところ今度は松本、鈴木選手の方が手数は多いですけど、松本選手もチクチクと嫌なことしてますが、はい、そのあたりを考えに考え抜いて、リズムを崩すような戦い方、はいはい、でもそれに対して鈴木選手は今崩れてないですね、はい、崩れず崩して、それは鈴木選手の気持ち、メンタルの動じないメンタルの強さの一つの表れでもありますね。第1ラウンドは終了しています。さあ、自信、自分を信じるということですね、をできているのが今鈴木選手の自分のスタイルに対して自信を持っているという戦い方が1ラウンド目、僕は印象的です。まあ、文字通りということになってくるんですね。そうですね、はい、さあリプレイは晃哉選手に伺いましょうか、はいはい、どうですか。そうですね、パンチ入ってますね、でもやっぱ、はい、鈴木選手の、はい、あとはそうですね、はい、松本選手の細かい連打とかもいいと思うので、はい、どっちが自分のリズムを作るかです、ですね、もう本当にそうですね。気になるんですけれども、はい、松本選手のああいうパンチっていうのはどうですか、はい、引きはするんですか、あれ、やっぱダメージは溜まってくるとは思うので、はい、あとはもうリズムを作れなくさせるっていう面ではすごくいいと思います。はい、はい、強パンチじゃなくてずっと弱のパンチですけど、その分やっぱ速いので、
リズムは作れないですね。そうですか。いや、弱の攻撃でも10発20発続けていけばということですよね、はい、自身のスタミナロスはなく相手にダメージを蓄積させる青いグローブ松本。いやパンチで鈴木遠くに、いやマハキック左のミドルがあるんですが、石川さんはパンチ多いですね鈴木。そうですね、はい、うん、スピード変えてきましたね。変わりましたか、はい、はいね、いいですね、こういうスピードリズムを変える、ラウンドごとに変えるっていうのは、はい、相手にとって厄介なので、鈴木の方も頭を使ってクレバーなことでは分かりますもんね、はい、さあ中島さんに伺いましょう、はい、様子変わりましたよね。全然違いますね、鈴木の方が終わらせにいってるんですかね、はい、これは、ですよね、はい、あ、でも、はい、鈴木選手も返してるんで、はい、どうなるんだろう、譲りませんね、確かに、はい、リング中央はそうです。松本が取るとリードジャブ右から、松本選手はね、細いんですけど体が強いんでしょうね、はい、どんだけ攻撃されても、はい、下がらないですもんね。そうですね、はい、気持ちで下がらないとかじゃなくて体が強いですね、はい、まあ、大きくてこういうタイプっていうのは、わ、左フック食らってもどうだ、まだ返してくる、やっぱり膝も折り交ぜてくる、本当に激しさはないけど、ああいう攻撃が全部ね重いんだと思いますですね、上背をしっかりと生かした、あ、左フックは鈴木、ここで引きたくない壁のように立ちはだかっている松本。いや、ね、上回りますね鈴木選手とこですね。となるとミドルパンチで松本膝もある。浦和選手大事な局面じゃないですか、はい、そうですね、パンチでいって、でも真ん中のストレートも入ってますね鈴木選手、はい、はい、松本選手の松本の方も、はい、そうなんですよ、はい、軽くなんですけどやっぱ嫌だとは思います。うわ、左フクロー、ここは鈴木も膝、歯を食いしばっての攻め、左ストレート、苦しい苦しい手数合戦にもなっています。あと60秒を切りました。さらに一層顎を引いて松本前に出る、フェイント、マットを踏みしめる、そして左の膝から右のボディ打ち、鈴木の方も同様だ、マウスピースが見える前蹴り、自分から出ていく、もう一度頂点に、ハイレベルなところでの削り合いになってますね、やってますよね、削って削られて、削り合いです、すごい削り合いです。いや、中島さんすごいですね。いや、すごいです、どっちも引かないですね、ですよね、ここは松本だ、どうなんだろう、こうしてじわりじわりと、本当に松本選手の攻撃パターンって多くないんですよ、はい、はい、まっすぐのパンチとボディの打ちは結構膝なんですけどね、それでも崩れないリズム、体が強いんです、体が強くてぶれないんですよね、体全体、そして体と心もある、それを打ち砕かんと、鈴木のストレート、右も左もそうだ、さらに左テップルからもう一発完成、よく倒れなかったですね、よく倒れない、耐えた松本、はあ、いや、このラウンド最後ので鈴木選手取ったんじゃないですかね、追い込みましたね、はあ、いや、松本選手が、いいペース取ったかなと思ったんですけど、最後のあれは印象は良かったですね、ジャッジには、そうですね、はい、気持ちと技術ともに乗せてまいりました。さあリプレイです。浦部選手、はい、大きな分かれ道あったようです。そうですね、最後前に詰めて、パンチまとめましたね、いや、キーだと思います、はい、でもよく倒れなかったですね、踏みとどまった、いやすごいです、はい、いや、顔面も腫れてますもんね、こうしてコブもできています。中島選手、はい、中島さん、はい、2人のなんて言うんでしょうね、こうタイプ違いますけれども、まあ、生き様含め、そうですね、両方クラッシュですよね、まあ、第3ラウンドのような感じでしたもんね、うん、確かにそうですね、はい、2人とももう一度出し切りました。さあそしてその後ここからが正真正銘最終ラウンドです。今日はセミファイナルメインイベントとスーパーライト級65キロリミット。さあミドルキックの打ち合いからパンチが顔面を捉えているのは赤いグローブ鈴木です。石川さん、ここから先ですね、どうになりますか、はい、ダメージ残ってますね松本選手、やっぱり1分では脳の揺れ、はい、治ってないのかなと思うけど、でも、出ます出ます、松本さんすごいな、なんとタフなことか、気持ちも体もそこにガードを壊してくる鈴木のパンチ、ボディ打ちからコツコツと松本、本当に大きい上背でのしのし来られて、はい、ね、手数が減らないんで松本選手、そうですね、はい、
気持ち折れますよ、普通は。3連勝はそれで成し遂げてきました、松本、はい、現ウェルター級チャンピオン山際和樹にもこれで勝っている。それを壊せと左のストレート、ここで止められずに気持ちで上回っているのは今の鈴木選手のこの、はい、戦い方ですね。表情いいですね、はい、右のストレート松本、その後は膝突き上げてくる、さらにストレート、相手の体勢を前傾姿勢にさせながら鈴木の攻撃です。浦部選手、はい、この局面どうですか。 でも僕あれですね、あの松本選手のパンチの連打、手数、これって防御にもなってるっていうのが気づきましたね。手が、はいはい、だから効いても前に出すっていう、そこまでガードが上がるので、はいはい、ローブローありましたよね。なるほど、そういうところで折りにかなってるっていう攻めなんですね。そうですね、って思いました。ちょっと入りましたね。ここは苦悶の表情から回復に努める鈴木隼人です。石川さん集中ですね。そうですね、はい、まあ、これアクシデントですけど、松本選手にとってはちょっと、まあ、スタミナ回復して、するためのいい時間になってますね。今そうですね、というところで表情ありました。残り1分半を切っています。ここから最終段階に入ってくる。さあ鈴木が優位に持ち込んでくるのか。ちょっと手数がなくなった、左ストレートダウンだ。あー、その表情は明らかに松本壊されてしまったものの、それだ、壊したもののこのドヤ顔は鈴木隼人、再びキングへと、チームキングス鈴木隼人。いやー、これこそクラウドですね。やってくれましたね。こっちもお互い頑固に自分のことを張って倒したって、いやー面白い。自分を信じてっていう戦いで最後の最後ですね。はい、そうですね、これ逆のパターンもありますからね。はい、はい、削って鈴木選手がおられるっていうパターンだってあり得る展開でしたからね、はいはい、すごい、ここで折れなかった、いや、膝入ってましたね、そこからストレート。中島さん、はい、すごいど根性が進んでもらったって。松本選手もずっとここまでなんで倒れなかったんだろうってぐらい勝ってたので、まだ立ててないですね。まだですもんね。我慢してたんですよね、ずっと耐えてたんですよね。いや、すごいな、松本ですね、本当にお仕事がすごい忙しいから、はい、週に 1,2 回しか練習できてないんですよね。国家公務員、戦い続けて36歳、はい、でもそれもですね、相手のパターンに合わせて戦うという松本がいて、また燃え上がったという鈴木。自分が強くなればという方法、素晴らしいですね、どうしました。お互いがまたこれ選手としての価値上がりましたよね。そうですね、相手によって自分の価値が上がるっていう素晴らしい試合だったと思います、はい、入ったの松本選手ももちろんですね、はい、そうですね、はい、刺激し合って生まれる2人のクラッシュ、今日のセミファイナルです。浦部選手どうでしたか、はい、いや最後やっぱこう強いですね、鈴木選手がやっぱ、はい、やっぱ最後でやっぱちゃんと仕留めきるというか、やっぱり元王者だったっていうのは感じました、はい、そうですね、あの選手に聞きますと、やっぱりチャンピオンになる人っていうのはそのチャンスをしっかりものにするっていうふうに皆さん発言しますもんね、はい、取るべき取るっていうのはやっぱ強みですね。さあ鈴木です。今日は応援ありがとうございました。大前回の松本選手ありがとうございました。本当に今回正直楽に勝てるんじゃないかな、ちょっと舐めたこと思っちゃってて、でも松本選手すごい強くてタフで、本当に試合中心が折れそうになりました。本当に松本選手ありがとうございました。自分はチャンピオンベルトを失ってからこれで2回、しっかりと勝つことができて、これからまた、自分のもっと上にいるトップ選手たちに、これから食い込んで挑戦していって、絶対に勝ちます、これから注目していてください。ありがとうございました。
改めて後楽園ホールにこうして拍手が巻き起こっております。石川さん、はい、またちょっと気合さらに乗ってきたようですね。そうですね、今日の試合を見せてくれたら次の試合って楽しみになりますね。そういう風にね、してくれるのがもう嬉しいですよね、うん、気持ちを乗せて殴り合い上等から、いやー、まあ、ハキック、さらにパンチ元鈴木隼人、この一勝は大きい。